おはようございます。釣り子 TV です。じゃじゃーん！これ、デプスの最新ルアー、スレンダースキャット5インチ。これね、一袋買うことができたので、早速ね、どんなルアーか見ていきたいと思うんですけども、今年のあの、釣りの展示会でもですね、デプスブースで、今年出るぞーみたいな感じのね、各種ワームが展示されていて、その中でも、ひときわですね、気になったのが、まあ、このね、スレンダースキャットをまず気になるなーっていうのと、あとね、3インチのカバースキャットとかね、そこら辺もめちゃくちゃ気になったんですけども、まずは2月のこのタイミングで、スレンダースキャットが店頭に登場したよっていうことでね、早速見ていきたいと思います。まあパッケージはね、こんな感じの、いつものね、デプス、こんな感じのパッケージですよね。で、まずね、これ持ってみて、結構これ入ってる数そんなに多くないんですけども、ずっしり。結構ね、重さがあるなっていうのが、このね、まず一本持たないでもね、ずしっとくるね、この重量感で感じることができます。それでは早速ね、開封して見ていきたいと思うんですけども、釣りの展示会ではね、手は触れちゃダメだよなんていうアナウンスがあったので、初めてね、触ってみることができる。じゃあ開封していきます。スレンダースキャット、じゃ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 ーん。はい。やっぱりね、このずしっときますね。はい、開けてみました。はい、じゃあね、細かくボディの方を見ていきたいと思うんですけども、ここにね、こういうね、エラみたいな、ヒレみたいなね、独特なリブが片側に 1,2,3,4 ね、計両方合わせて8個ね、このリブがついてます。これによってどういう効果があるのかな、すごい気になりますけども、ここの向きだから浮き上がるような感じになるのかな。こっち側が上でいいと思うんですよね。で、こっち側が下で、で、このカバースキャットをから伝統の、なんていうか、ブツブツの、このお尻ですね。ここもかなりこう、スリムにね、収まってますね。ほんと、スレンダー、スキャットっていうね、その名は体を表すみたいな感じですけども。で、このまっすぐ系のワームってほんとシンプルな形状なので、ね、どこら辺をいじってくるのかな、ね。まずはこのお腹側に針を刺すときに便利なですね、このガイドラインみたいなのがありますね。結構この手のワーム、ほんと綺麗にまっすぐリグるのが一番の肝だと思うので、それがやりやすいようにこういった筋があって、で、裏側には、この針、ここら辺から出すよっていう目星をつけるのに便利な穴がね、開いていて。で、ここ、細かいんですけども、こうちゃんとね、針先はここに隠してよみたいなね、ポッチがついてますね、ここね。ここに針先を薄く入れることによって、スナッグレス性能がありつつ、うまいこといろいろ避けてくれるよっていう、ね、そういう、まあ、あのカバースキャットから伝統のポッチがしっかりついていて、で、手で持ってもね、ほんとね、こっち側が少し膨らんでるだけなんですけども、想像以上にね、後方重心になってるんじゃないかなっていうのがね、こっちがすごいちょっと、若干重く感じるんですよ。これによってめちゃくちゃ飛んでくれそうだなっていうね、そんな印象ですね。結構このシンプルな中にいろいろなギミックが、で、もう塩はね、これたっぷり入ってるんでしょうね。こう目で見てもね、なんか塩の粒々みたいなのがね、うっすら見えるようなね、そんな感じなんで、
で、これはね、色ね、ミミズってのね、選んだんですけども、あとね、スカッパのもね、買うことできたかな。そこら辺をまずはね、使ってみようと思うんですけども、出しどころとしてはどうでしょうか？もう、ね、いきなり、3月、このぐらいのタイミングから釣れるんじゃないかなと思っていて、今年は特に2月なのにね、めっちゃ一回気温が上がったりして、その、春の訪れが非常に早いんじゃないかななんていうふうに思うので、まあ今ね急にまた冷え込んじゃったりしましたけども、これのぶり返しでまたしばらく我慢すればめっちゃ暖かくなるんだろうななんて思うと、そんなタイミングでこうシャローフラットに向けて投げるのがまずは使い方じゃないかななんていうふうに思います。自分なんかだと関東だと霞ヶ浦水系とかね、3月のまあ大体15日とか10日前後過ぎたあたりから、そろそろ浅いところに産卵意識した魚が乗っかってくるんじゃないかなっていうタイミングで、この手のねストレートコーヒー重系ワームよく使っていたなって。もうリグは簡単で、ほんとストレートフックとかオフセットフックとかね、こう普通につけて、まあそれをバヒューンと投げて、で沈めてズル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 っていうね、そんな感じでゆっくり誘ってコンっていうね当たりを待つっていう、もう非常にワームの釣りではね、ほんと楽しい釣り方ですよね。そんな感じでまず3月ぐらいから使い出して、まあそういう釣る引きとかで使って、でこういうの食ってくるの大概大きなサイズのバスとかが多いので、でまあスポーニングの時期が終わって、まあいよいよ本番になってくるのがアフタースポーンの時期からじゃないかなってね。そんなタイミングでこうワッキー刺しですよね。うん、自分は多分ここら辺にシリコンチューブをね、噛ませて、で真ん中にマス針をつけて、で投げてみようかなってね。こうなんていうんですかね、産卵が終わってちょっとボヘーと疲れを癒しているバスたちに向かってこう投げて、バッキー出ししたワームをこうなんかブリ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 ってね落とす、そんな使い方がねがぜん効いてくるんじゃないかな。まあその使い方が最近だと一番こういうコーヒー重のちょっと長めストレートワームは多いかな。うん、アフタースポーンからこう回復に向かっていくタイミングで、こうワッキー出しでただ岩盤とか岸際に投げて沈めていく、そんな使い方でも使ってみたいなっていう、そのタイミングぐらいでその回復傾向が進んでくると、今度はこれ多分ね猫リグもいいんじゃないかなっていうね。猫リグなんかでこうストンストンと、それまでゆっくりふわーって落としていたようなポイントに、まあ今度はまあこのボリューム感ですから、ちょっと重めのネイルシンカーとかを入れて、でスナッグレス猫とかガード付きのマス針とかで猫リグセッティングにして、こうふわーっとやってたのから一転して、今度は岸際、やっぱ狙うところは大体一緒なんですけど、岩盤岸際に投げてストーンブルーンストーンブルーンストーンブルーンってね、そんな感じのね使い方が次効いてくるんじゃないかななんていうふうに思います。結構ねそこら辺で、こうワッキー刺しか、はたまたこう縦に落としていく展開かで、結構ね季節の進行によって使い分けていくと、いっぱい釣れるんじゃないかな。そんなことをしていると、もう夏になって、この夏になったらね、この手のワームはもう、まあその時はストレート刺しでもワッキー刺しでも、まあとにかくオーバーハングのシェードの奥にこのビュービュースキッピングでね、こういうシンプルな形状なんで、非常にそういうカバーの中とかにね滑り込ませやすいんじゃないかなと思うので、それをビッビッてこうね、もうとにかく気になる影のところに打ち込んでいけば、それはそれでまたね釣れるんじゃないかなって。秋になったら今度このまっすぐ系っていうことなんで、オフセットフックでまあねちゃんと針先隠して、で5グラム 3.5 グラムから
5グラム7グラムぐらいのシンカーをつけたテキサスリグね、テキサスリグでストーンポヨーン、ストーンポヨヨーン、ストーンポヨヨーンみたいなね、そんな感じの動きが効いてくるんじゃないかな。そして秋ぐらいになって、でまあ冬なんかもね、あの結構この手のワーム、まあ高比重で結構沈むのが早いはずなんで、実はね、あの先日2月の亀山ダムに行った時もですね、あのまあこれじゃないんですけども、通常のあのカバースキャットですね、あれで2、30センチのカバーにね、入れていたらバーンとこうね、バスが急に釣れたなんていうこともあるんで、真冬なんかもこういうのを脳進化、まあそ、案外脳進化好きですけど、しっかり脳進化で落として冬のやる気のない場所をこうズル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 ってね、やったりね、そんな感じで、まあ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 一年を通してとにかく釣れ続けるんじゃないかなっていうことで、まあつらつらと語ってきましたが、一袋を買ってみました。もう早速ね、今まだ2月中ですけど、もうほぼ3月みたいなもんなんで、実践投入していきたいななんていうふうに思うんですけども、そこで、そんな今ずっと話してましたけど、気になっていたのがですね、ちょっと待ってくださいね、じゃじゃーん、これねえ、これはもう元ネタなんじゃないかなと思って、大好きでね、ずっと使ってるんで、ちょっとね引っ張り出してきたんですけども、まあ基本の木ですよね、ゲイリー山本の山線香の5インチ。まあここら辺とどんな違いがあるのかななんていうのを見ていきたいなと思って、ちょっと見た感じの色もあったんで、まあこれがね、もうこれをね、普遍ですよね、変えようがないよなと思っていたら、デプスからもこんな感じで5インチのストレートワームが出たよってことで、早速並べちゃおうなと思ってですね、はい、どうでしょうか。若干スレンダースキャットの方が少し太いなっていうね、持った感じもこっちの方がちょっとずっしりするなぁなんていうね、感じがあります。いやー、両者並べてみると、ほら、こんな感じでね。で、まあよくこの手のね、ルハーが出ると、どこどこの何々のパクリだなんていうね、感じの、まあ炎上じゃないですけど、そういう話ってよく出ると思うんですけども、ここら辺はですね、自分なんかこう前向きに、このもう、どうやったって釣れるじゃないですか、このゲイリー素材の山線香ね。まあ4インチ一番使って、まあ5インチも使いますけども、まあこれはもうゲイリー素材のもうザ元祖高比重ストレートワームの王様ね。でそこに来てこれがね登場したわけで、もうシンプルにデプス素材の山線香使ってみたいよねっていうね、もうそういう感じでいいんじゃないかななんて思って、自分はそこら辺で使い分けていこうかなと思うんですけども、何にしてもとにかくよく釣れるのはこのゲイリー素材だとまあもちろん思うんですね。で、それと総引きをなすぐらい、あそこのワームほんと食うよなっていう素材がデプスのねワームだと思うんですよ。っていうのはね、サイトフィッシングとかでそのブルフラットとかね、カバースキャットとかね、ミエバスとかに投げつけて見ていると、この両者はね、本当バスが口に吸い込んでからずっともぐ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 してるんですよね。うん、そうだからよく釣れるんだろうなと思うんですけども、まあ例えばそうじゃないね、どこのルアーとかそういうことはまあ言わないですけども、やっぱりなんかね、すぐ吐き出すワームってすぐ吐き出されちゃうんですよね。形が良くて、もうバスがもう、うわーバクって、食うけどバクッパって感じでこう吐き出しちゃうっていうね、そういう素材のワームも中にはあるなっていうね、実感があるんで、その中でもこう、双壁をなすバスの口の中の体、空時間というんですかね、口の中にいる時間が非常に長いなって思うのが、まあこのやっぱゲイリー山本のね、このゲイリー素材ですよね、このこれと自分はこのデプスのね、この素材感、独特じゃないですか、なんかムチムチもちもちしてて、で塩もいっぱい入っていてっていう
ていうことで、そこら辺で使い分け、まああとはカラーとかね、ちょっとしたここのそのこのシンプルなところを、まあこういうちょっとギミックとかをね、いろいろ駆使して、やってきたぜっていうね、うん、まあちょっと後ろこのちょっと膨らんでるこの感じがね。もしかしたらもうちょっと飛んだりとかね、まあ今持った感じでもこっちの方が若干重いから飛びはもしかしたらこっちの方が飛ぶかもしれないんですけど、でもやっぱりゲーリー素材だよね時もあると思うし、肩やデプスワームのあの素材感で山線香みたいな釣りやってみたかったんだよねなんていう人にはね、まあまずうってつけなんじゃないかな。あとはね、その入ってる本数であるとか値段であるとかいろいろね、あの比べるところはあると思うんですけども、そんな感じで、自分もともとねこの手のはもう大好きっ子なんで、そこに来てこのデプスからもこういうのが出たよっていうことであるならば、まあこれもね、がっつりちょっといろいろ使い込んでいきたいななんていうね、そんな思いでございます。はい、ということでね、あとまあせっかく両方持ってきたんで重さの方も比べておきたいと思います。今ゼロを指しているのでね、このもうザ・元祖ストレートワームの王様、山線香、これ何グラムぐらいだったのかなって改めて、はい、単体でまあ今11とか10って指した、まあ 10.5 グラムとかそれぐらいなのかなっていうね、これぐらいの重さでね、これ線香の5インチね、そして、新しく出たデプスのこのスレンダースキャット5インチ、これは何グラムぐらいかな、ちょっと見てみますね。あー、12グラムね、ちょっと重いんですね。まあ、ここら辺もどうだろう、ちょっと実際にね現場で投げてみてって感じにはなるんですけども、はい、せっかくなんでね、両方の重さを測ってみたんですけども、元祖ストレートワームの王様、ゲイリー山本の山線香5インチは、およそ 10g ほどということで、でこっちの、スレンダースキャットですね、これは、12g ね、このやっぱちょっとお尻の少し下もっこりな分ちょっと重かった、まあ、全体にもね気持ち太いのかなっていう感じなんで、まあそこら辺でちょっとね、あの使い比べてみても面白いんじゃないかなっていうことで、まあ何にしてもね、続々とこういう、まあブルフラットもだいぶ兄弟増えましたけども、カバースキャットもね、本当こういう派生のいろんなモデルがね、増え出しているので、まあその中でもね、どうでしょうか、これは大ブームになるのか否かね。最初出たばっかりのところは結構静かめに始まって、そしてね、スーパープロの人たちが、ものすごい巨大バスをね、琵琶湖でバッタバッタと、釣って、いつの間にか手に入らないワームになっちゃってる、ルハになっちゃってるっていうのがね、最近の、デプソンの流れなんじゃないかなと思うんで、もうこの最初、一発目はね、絶対乗っかっといた方がいいと思うんですよね。で、もう買いづらくなったらね、もう買いたくても買えないっていうこともあるかもしれないので、店頭で見かけたらこれぜひね、こんなの出たんだっていう感じでね、試してみてはいかがでしょうか。というわけでね、いろいろと見てきたんですけども、皆様は、どんな使い方やってみますか？もう実際に使って釣れたよなんていう方もね、ぜひね、こんな針とか具合良かったよとかね、コメントとかでね、教えていただければと思います。まずは自分はオフセットフックとかで使ってみようかななんていうふうに思っております。はい。というわけで、今日はね、こんな感じで、デプスの新登場の、スレンダースキャットの、5インチ、これをね一袋手に入れたので、早速開封してみて重さ測ってみたり、いろいろ、眠り倒してみたりって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。
Thank you.